はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、原因の特定が難しくて発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される椎間板性腰痛についてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この腰痛はですね、別名曲がり腰タイプの腰痛なんていう呼ばれ方をします。背骨の間に位置する軟骨で体にかかる衝撃やですね、負荷を和らげるこうクッションの役割を果たす椎間板というものが損傷してしまって痛みが生じる腰痛のことを指します。で、その特徴としては背中を曲げると腰が痛い、いわゆる猫背になっていると痛いということ、それから腰の中央から左右に広がるように痛いということ。それから特に朝ベッドから布団から起きたりする起床時に腰が痛いということ。それから足の痛みやしびれはないということ。それから柔らかいソファーに座ると腰が痛いという方がこれに該当します。で、この腰痛はさらに進行してしまうと20代から40代の特に男性に多い椎間板ヘルニアですとか中高年の男性に多い脊柱管狭窄症なんていうものの発症につながってしまいますので注意が必要です。で、このタイプの腰痛解消を目指す際には過度な負担がかかっている箇所はどこか、逆にあまり使われないでこう若干弱くなっている箇所はどこかというのを正しく知った上で負担がかかっている緊張がかかっている場所はほぐして、で逆に弱くなっている場所は強化するということでそのバランスを修正するアプローチというのが有効になってきます。で、この椎間板性の腰痛ではですね、骨盤後傾位の不良姿勢、この黄色い矢印なんですが、これ通称フラットバックというふうに言うんですが、これが生じることで例えばお腹腹部の腹直筋であったりお尻や大腿後面、太ももの後ろ側にある大臀筋とかハムストリングスという筋肉は緊張してですね、制限されるという特徴があります。それとは別に背中脊柱起立筋とか多裂筋という筋肉であったり、それから太ももの前や大腿前面である腸腰筋とか大腿直筋という筋肉は逆に弱化してしまうというところがありますので、ぜひこれらをですね参考にしていただけると幸いです。そしてここからはこの椎間板性の腰痛のへの具体的なアプローチとしてストレッチやエクササイズの方法と生活改善ポイントの2つについてですね解説をさせていただきます。で、この椎間板性の腰痛の方は普段から猫背になってしまうということが多いので、やっぱり腰を伸ばす運動を行うということがその基本的なアプローチになってきます。具体的にはお腹腹部の腹直筋であったりお尻や太ももの裏側大腿後面大臀筋ですとかハムストリングスという筋には負担がかかって動きが制限されてしまいますね。これらに対してはこう伸ばしてリリース、例えばお腹をぐーっと伸ばすというリリースであったり上体を倒して太ももの後ろ側を伸ばすなんていうアプローチ、ストレッチが有効になってきます。また背中脊柱起立筋とか多裂筋という筋肉であったり太ももの前側大腿前面にある腸腰筋とか大腿直筋という筋は逆に弱くなるという傾向がありますので、こういうために痛みを軽減するために例えばこう四つ倍運動をするというエクササイズがありますし、それからもも上げなんかのエクササイズが有効になってきます。で、これスライドに上げさせていただきましたのでぜひこちらをですね実践していただければと思うんですが、この際に注意点が2つあります。1つは秒数回数は載せさせていただいたんですが、これあくまで目安ですのでこまめに休憩を挟みながら疲れが残らない程度に行ってください。2つ目の注意点としては痛みのない範囲で無理なく安全に行ってください。痛みを我慢してまで行う必要はありませんのでぜひこの点はご注意ください。さらに生活改善ポイントとしてはやっぱり前かがみの姿勢ですとか猫背の動作というのは極力控えてください。あと一気にこのものをぐっと持ち上げたりですとか急にベッドから起き上がるなんていう動作も避けていただいた方がいいです。あとこの猫背はやっぱり台所の作業とか
洗面台ですとか、あの例えばあの髪を整えるなんてところで無意識のうちにこれ前かがみ姿勢とってしまいがちです。さらに猫背 の, あのお化粧であったりパソコンの操作あるいはスマホの使用なんかの時もぜひ注意をしていただければなというふうに思います。やっぱりいい姿勢を意識するということが重要ですし、例えば椅子に座る際にサポートチェアを使うなんていう方法もあります。もし足にあの制限がないのであれば正座をするなんていうこともこれ対策になってきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。